抜点です。高校数学両問演習第31問目場合の数確率の第11問目最後の問題になりますテーマは条件付き確率こちらについて詳しく見ていきたいと思いますこちらはリメイク版の動画なんですけれどもなぜリメイク版を出すことになったかというともともとの動画でなんとですね 3×42 を84って書いていて奇跡的に確率だったので答えはあったんですけれども途中の計算式をですね派手に間違えていたので 今回動画を撮り直していますせっかくリメイクするんでですね解説も少しバージョンアップさせてやっていきたいなと思っています今日はこちらの問題ですぜひですねここで一旦動画を止めていただいて自分で最後まで解き切ってみてから解説の方に進んでみてくださいでは初めに解説の大まかな流れと最終的な答えを確認して詳しい解説に移っていきたいと思います確率の問題なんですけれども 計算の基本としては全ての起こりうる場合の数が分母に来て求めないといけないその事象が起こる場合の数を求めて割り算すれば確率が出るともうこれに尽きるんですけれども大事になってくるのが確率を求める時っていうのは同じものでも違うものと見なさないといけないとこれが鍵になってきます。でこれなぜ 違うものとみなすのか赤玉だったらこれも同じ赤玉じゃんって思うんですけれどもこれは分母分子のその1個1個の事象をすべて同様に確からしいものにするためというのが答えになりますでこちらについては第25問目でとても詳しく扱っているのでこれまで問題集で解いてきてですねなんで違うものとみなさないといけないのっていうモヤモヤがある方はですねぜひこちらの動画をチェックしてみてください YouTube 見てくださっている方は概要欄にリンクを貼っておきますしおけどを見てくださっている方はシリーズの動画にすぐ飛べるので第25問目をですね見ていただけたらと思いますで条件付き確率っていうのは分母に注意ですねあとで,で詳しく解説する時にその違いをですね丁寧に見ていきますで基本問題こちらは求める確率って何かっていうと A が起こる A っていうのはつまり白が出る場合の数 分の白が出てかつ目が奇数の場合の数この割り算になりますですので3分の1というのが基本問題の答えですでは本ちゃんの問題の解説ですけれども求める確率をまず日本語にすると1人だけが景品をゲットする事象の場合の数分の A だけが景品をゲットする事象の場合の数とこれで確率が求まりますですのであとはこの分母分子をですねそれぞれ求めていくと A が景品をゲットする事象の場合の数は A は赤玉3つから取るので3通りで BC は白玉7つから取るので 7×6 で42通りでこれら2つが独立なので126通りとで分子については A については調べているので B1 人が赤玉をゲットする事象の場合の数っていうのは同様に 126C も同様に126ですので分母は378通りとなりますですので最初に立てた式ですね 分分分分母分のの分子で1 3とままります探究問題ですけれども、まあ、ABC 誰が引いても豪華景品をもらえる確率って一緒だよっていうのを確かめてくださいといういわゆるくじ引きの問題なんですけれども A がゲットする確率3 10分の 3B は A がゲットしてるかしてないかによって確率が変わってくるのでそれぞれ計算してこれ足し合わせればいいですね。で分の C についても A と B がそれぞれゲットしているかゲットしてないかを考えて4パターン出てくるんですけどそれら全て排反なので足し合わせて実は10分の3になりますですので、まあ、ABC ゲットする確率って等しいですよっていうのが分かりますではここからですね詳しく解説をしていきたいと思います途中で全体像が分からなくなったりですとか後から見直してくださる時があれば最初の冒頭の概要の部分だけですね見ていただけたらと思います 問題はよろしいですね基本問題問題あと探求問題と、まあ、全部一問ずつ解いていきたいと思いますまずポイント確率とは何ぞやという話からなんですけれどもこれはこの両毛演習のこれまでの問題でもずっと扱ってきているんですが言ってしまえばすべての起こりうる場合の数分の求めないといけないその事象が起こる場合の数場合の数を計算してこれ割り算したものが確率なんですねで 要注意事項としてはこちら確率を求める時っていうのはもし同じもの例えば同じボールとか同じカードとかがあっても全部違うものとみなすすんですねここがすごく厄介で頭が整理されない部分なんですがこれは分母分子事象の場合の数つまり起こりうる場合の数を計算していくんですけどその一つ一つが同様に確からしいものにするためと。これは第25問目で めちちちゃゃくくく詳しく扱っててていい。るので、ぜひそちらも見てみてください先ほども話しましたが YouTube だと概要欄に貼ってますし o k ド d だとシリーズで全体を見れるので第25問目を見てみてください。もしもやもやしてる方がいたらですねこれでスッキリできるといいなと思います。では今回のメインテーマ条件付きき確率の話に移っていきます。これ何かっていう話なんですけど今紹介した確率の大原則ですね このの分母ががちょっっっと変わててくるよっていうのがミソです。つまり事象 A 何かしら事象 A っていうものが起こった元で事象 B が起こるような確率を求めてくださいねっていうのがいわゆる条件付き確率の聞かれ方なんですけれども求め方としては分子は変わんないんですねつまり A と B がどっちも起こるんでそれどっちも起こるような事象の場合の数が分子に来るっていうのは変わらないと、まあ、A が起こった元でなんで A も B も起こなないといけないとけ B だけじゃないっていうのはポイントなんですけれども分母が変わってくるんですねつまり A が起こったっていう世界の中で考えてくださいねっていうのがこの条件付き確率でなので分母っていうのは A が起こる事象の場合の数なんですねでもこれまでの確率の定義で求めると A と B どっちも起こってるんで分子はまあ一緒ですよとでも分母は全ての起こりうる事象の場合の数を 分母に置いてたんですけれども今回この分母が変わってますねつまり狭まってるんですね全てのじゃなくて A が起こるっていう事象の場合の数が分母に来ますこれはなぜかっていうとこの聞かれ方として事象 A が起こった元とでその世界で考えてくださいねっていう聞かれ方をしてるからなんですねなのでもし問題が事象 A と事象 B が共に起こる確率を求めようって言われたらそれは全体で考えてるんでこの下の ここのののいわゆるる普通の確率の式でで求めることができますなので何が問われているかっていうのをちゃんと確認すると条件付き確率の整理としてはこういう日本語で考えるっていうのも大事ですしあとはベンズで考えるというのも大事になってきてでベンズの整理っていうのはこのあと基本問題解くときに紹介します具体例があった方がいいと思うんでそっちで見ますここで押さえておいてほしいのは条件付き確率っていうのは普通の確率に比べてその世界が違うと考えている世界が違くて それをこう頭で考えていく上で日本語で整理するっていうのとベン図で整理するっていうのが結構いいよっていうのをここで押さえておいてくださいでは基本問題ですこれ何を聞かれてるかっていうと問題としてはこちらで1から3の目が黒4から6の目が白でサイコロを投げて白が出た場合に出た目が奇数である確率となので今回サイコロを投げて白が出た場合っていう これが全体の世界なんですねこの中で出た目が奇数でである確率は何かっていう問題ですでここで白が出たっていうのを事象 A 奇数が出たっていうのを事象 B としておきますそうすると日本語で言うと事象 A が起こったもとで事象 B が起こる確率を求めるとつまり最初に式立てちゃうともうこちらですねこれを求めますじゃああとは「困難は分割せよ」デカルトさんの言葉ですが分母分子それぞれ場合の数計算すれば終わりですね なので、まず分子。事象 A、B どっちも起こる。A が起こったもとで B が起こるって言われてるんで、A と B がどっちも起こる事象の場合の数を求めます。つまり、日本語で整理ですね。事象 A っていうのは白が出る。つまり4から6。かつ、目が奇数。これ事象 B ですね。なので、5が出るっていう事象を表します。なので、1通り。これで分子完了。次、分母ですね。 A がが起こるる場合の数つまり白が出る日本語で考えるとこちらでつまり4から6が出る場合の数つまり3通りですねこれが分母ですので求める条件付き確率は最初に話した通り A が起こる事象の場合の数つまり白が出るっていう場合の数が分母に来て分子は A と B どっちも起こるつまりサイコロ投げて白が出たかつ奇数が出たで求めると3分の1となります。 でではこれをベンズで考えますつまり今回の設定としては1から6っていう目が出るんですが A と B っていう事象があって A っていうのはつまり4から6が出るよとで B っていうのは奇数が出るよとで問題文で聞かれているのは A が起こるつまり4から6っていう白が出たっていう場合の元でつまりこの黄色の枠の中で B が起こっているつまり目が奇数にもなってますよという確率なので そここってのの赤の部分ですよね黄色っていう枠の中で B が起こってるのはこの赤の部分なのでこの黄色分の赤イメージでいうと黄色分の赤を求めるっていうのが、まあ、ベン図だとイメージで分かりますですが普通に A と B どっちも起こる確率って言われたらもちろん分子はこの赤で変わらないんですけど分母はもちろんこっちになりますよね1から6っていうのが全体の事象の場合の数なので こののピンク分の赤になってくるんですね。普通の確率だと。でも条件付き確率だとこの黄色っていう枠の中の赤っていう位置づけになるんで分母が変わるとでこれを押さえた上で、まあ、この問題の注意事項としては分子をまず B が起こるつまり奇数の目が出るっていうこの3通りにしないということですねつまりこの赤の斜線の部分をちゃんと考えないといけない A と B どっちも起こるよっていうのが分子で分母を今話した通り全ての事象にしないと。 いうのがポイントになってきますではこれを押さえた上で本ちゃんの問題に移っていきたいと思います問題はこちら赤玉3個白玉7個が入っていて ABC の3人が順々に引いていくと箱には戻さない赤玉を引くと豪華景品がもらえるこれ結構チャンスありますね10個分3つが豪華景品で1人だけが景品をゲットした時それが A である確率を求めようとつまり条件付き確率なんですね これ赤玉3個あるんで3人豪華景品ゲットしたり2人ゲットしたりっていう可能性もあるんですけど1人だけが景品をゲットしてるっていうその世界の中でそれが A である確率を求めようという問題です。最初にベン図でイメージを整理すると、まあ、全体3人が引くよっていう全ての事象があって A が豪華景品 B が豪華景品 C が豪華景品っていう3つがあって。 で今回問題文で聞かれているのは1人だけが豪華景品をゲットしたつまりベン図で言うとここなんですね1人だけがゲットしてるっていうこの黄色の世界の中でそれが A ですよっていう確率なんでそれはここですよねなのでこの黄色分の赤を求めればいいっていうのがベン図での発想ですでは日本語の発想としてはこちらで整理すると 分母っていうのは1人だけが景品をゲットする事象の場合の数、まあ、長いですけどこれが分母ですよねもうここまで見てきた方であればわかるかと思いますで分子は A だけが景品をゲットする場合の数となのであとはこれ分母分子それぞれ計算して割り算すれば答えが出ますねなのでそれぞれ見ていきますまずは分子から見ていきたいんですが、まあ、ここで今までも出てきてますが 今回赤玉3つ白玉7つあるんですけどそれも違うものとして見なさないといけないんでこういうイメージですねもう番号ついてますよと番号ついてて違う赤玉違う白玉ですっていうイメージですこのもとでじゃあ分子を求めていくんですが A だけが景品をゲットするなので A はまず最初に引くので10分の3ですよね赤玉が3つバラバラですとなので3通りどの赤玉を引くかで3通りありますねでその後 B と C が引くんですが B と C は 白を引いていてほしんですよ、ね、A だけが当たるんで2人は外れてほしいなのでまず B の引き方としては7個別々の白玉があるんで7通りで C が6通りかけて42通り B と C は独立ですよねつまり B がどれを引くかっていうのが C の選択肢に影響を与えないんでかけ算して OK と A と B と C っていうのも独立なんでこれ全部かけ算できて126通りが分子ですで分母1人だけが 豪華景品ゲットする場合の数を求めたいんですけど、まあ、A は分子で求めましたねなので残るは B と C なんですがまず B1 人がゲットする場合の数っていうのはまず A が引くんで A が7通りですよね白玉7つから選ぶ7通りで B が赤玉3つから選ぶ3通り。 C が残る6 6つの白玉かから何を選ぶかで6通りこれ全部掛け算すると126通りになります。で実は C1 人がゲットする場合の数も同様で126通り。なので ABC3 人全て足して378通りとなります。さっきのベン図で言うとこの赤が126でこの残りの2つの黄色も126だったって感じですね。なので求める確率は378分の126。 最初に立てた式通り計算して3分の1と求まりますでは最後にこれ条件付き確率と関係ないんですけれどもせっかくくじのテーマが出てきたんでこれ ABC 何番目に引いても実は当たる確率って変わんないよっていう話をしますくじの透過性ですね今回こういう設定で A がゲットする確率 B がゲットする確率 C がゲットする確率が全部等しくなるよっていうのを確認します まず A がゲットする確率っていうのは最初に引くんで10分の3ですよね全体が10通り分の赤どれが引くかっていう3通りで10分の3じゃあ B がゲットする確率っていうのはこれ A がゲットしてるかどうかで確率変わってきますよねつまり A がゲットしてたら赤玉減るんで多分 B がゲットできる確率って減るんですねでも A がゲットしてなければ白玉引いてくれてたら赤玉出るチャンス上がりますよねなのでそれ場合分けしますまず A がゲットしているとき A がゲットする確率が十分の3 10で B がゲットする確率っていうのは残る9個の玉のうち赤玉が2つなので2 9分の2でこれ独立な試行 A と B は独立なので掛け算して1 15分の1で A がゲットしていない時は A がまず白玉を引くんで7 10分の7そうすると残る9個のうち3つが豪華景品チャンスなんで3 9分の3が B 計算して7 30分の7 じゃあ2つ場合分けしたのを最後どうするかなんですけれどもこれどっちかが起こるんですよねかぶらないですよね A っていうのはゲットするかしないかなんでこれは排反と言いますこういうかぶらない事象同時に起こることがないよっていう事象を排反っていうんですけどそういう時は確率を足し算できますねなので B がゲットする確率っていうのは十分の三、足すと十分の三になりますで確かに A と一致してますねじゃあ最後 C がゲットする確率これ少し面倒で C ってもうそれまでに A と B 引いてますよねなので A と B がそれぞれゲットするかどうか 2×2 で4通りあってもう A も B も引いてたらもう荒らし尽くされてるんで残り8つ中1個しか当たりがなくて C も当たりづらいとでも A と B どっちも外してくれてたら8つのうち3つが豪華景品なんで C 当たるチャンス増えますよねっていうふうにこれ4パターンあってそれぞれ計算します、まあ、式は同様なんでさらっといくと A と B がゲットしてるときは A がゲットする確率3 10分の 3B がゲットする確率2 9分の 2C がゲットする確率っていうのは8つ中1個が赤玉なんで8分の1 120で120分の 1A がゲット B が外すのは10分の3かけ B が外す確率9分の7かける C が当てる赤玉2個ですねなので120分の 7A が外して B がゲットするっていうのは10分の7白玉3 9分の 3B が赤玉で C が赤玉2つ残ってますねですので120分の7 A と B も外す。A が白玉、B が白玉。C は3つ残ったやつから選べばいいんで、8分の3。で、40分の7となります。で、さっきと同様に、廃半なので、つまりこの4パターンっていうのはかぶんないですね。なので、足し算できて10分の3です。そうすると、A と B と C ゲットする確率が等しくなりますね。みんな10分の3。ですので、まあ、日常生活では、残り物に服があると。 9時っていうのは最後に引く方が当たりやすいんだっていう迷信のようなものがあったりしますけれども数学的にはゲットする確率等しいんで残り物に福があるとは言い切れないというのが示されますいかがだったでしょうか最後まとめとして条件付き確率っていうのはですねもう定義につきますどういう確率を求めているのかっていうのをぜひですね もともとの定義も大事ですし日本語で把握すると分母に何が来るんだろうっていうのが大事でそこを日本語で把握したりですとかあとはベン字でイメージとして理解するっていうのも有効ですなので自分がしっくりくる方法ですね探してほしいなと思います、まあ、最後にくじの問題やりましたけどこれは条件付き確率とは関係ないんですが条件付き確率っていうのも結構日常生活で生きてきたりするので何かが当たるチャンスとかを計算するときに 前の人がもう当てたりしたらですねその元での確率を計算しないといけないんでこれ条件付き確率なんですね、まあ、そういう感じで結構日常生活にも使えることが多いので是非ですね、まあ、考え方を習得して日常生活でも活かせるようにで賢く生きられるようにですねしてほしいなと思いますで数学1への両問演習計31問あるんですが1日1問やれば1ヶ月で完成するんですね でそののラストの問題でしたこういう感じで大事なテーマ独学だと引っかかりやすいようなテーマなどを詳しくですね丁寧に解説していく動画シリーズになりますなのでなかなか定期テストは取れるんだけどもしが取れなくなっちゃうことか、まあ是非仕上げてもらうと力がついていくと思いますあと得上で大事なのが自分で考えて解き切るってとこですねまずはやっぱ自分で考えるこれをしないと自分が何がわからないかっていうのがやっぱりわからない のでまあ、解説聞いても表面的になぞるだけで終わってしまうのでまずは自分で考えてみるとその後にやっぱり解き切る実際に計算して答えを出さないとですねああ考え方わかったからいいやっていう問題の解き方をしてしまうこともあるんですが、まあ、それだと行きたい大学に行くための計算力の部分をやっぱり育てることができないので解き切るっていうのも大事になります考えて解き切るというのを意識してみてくださいでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました